どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただきたいと思います。最近寒くなってきて、本当にお風呂が楽しい季節になってきましたね。僕すごいお風呂大好きで、友達とねお風呂行くのも好きなんですけれども、自宅でもお湯を溜めてお風呂に入るのはすごい昔から好きなんですよね。だいたい僕お風呂に入り始めると、だいたい30分から40分間ぐらいですかね、漫画とかあと本とか読みながら、時間潰して、結構ね長居をしてるんですけども、そんな毎日使う、好きな場所だからこそ、自分なりにねやっぱりカスタマイズしたいなということで、ちょっとねお風呂場のカスタマイズというか、こんなね整理の仕方してますっていうのがあるので、今日はちょっとそれご紹介しようと思います。皆さんのお風呂場って洗顔のチューブとか、あと洗顔のねスポンジとか体のスポンジとかってね、どんな風に置いてますか？きっと多そうなのが、鏡のね下の洗面台の上とか、お風呂場のね縁とか、そういうところにね置いてる方多いんじゃないかと思います。僕もね昔はそこに置いてたんですけども、あれって数が多くなってくると持ちきれなかったりとか、あとはこう、置いてるとね輪染みというか下にちょっと汚れが溜まっちゃったりとか、あとはこう、倒しちゃってね、使いづらかったりすると思うんですけれども、ちょっとね僕はそれを最近、変えました。で今はですねどんな感じで、そのアイテムを置いてるかと言いますと、まずね置いてないんですよ。その置くっていうことをやめて、かける収納にちょっとねシフトチェンジしたんですね。でその時に、ちょうどね、運よくというかネット上で見つけたのがこの、無印のクリップ、無印の、お風呂場とかね洗濯物に使う用のクリップですね。これを見つけて、これをねお風呂場のかける収納にするっていうアイデアをねちょっとネットで見てそれを試してみました。でこのクリップなんですけれども、結構もう構造は単純で、片側がちょっとこんな感じでね挟めるようなクリップになっていて、反対側がフックになってるんですね。なのでもう手すりだったりとか、ちょっとね金網だったりとかっていうところにこうかけて何か物を吊るしておけるってものですね。僕の場合はこれを使って洗顔と、あとコンディショナーと、あと洗顔ネットと体洗うスポンジですねをこれで挟んで、金網にねこうやって引っ掛けて、使っています。こうすることによってシャワーとかね浴びてる時でも、手元にねちょうどあるので、それをこうさっと使ってまた戻すっていう風にね、かなり整理がしやすくなるので、かなりね細かいアイテムなんですけども、結構ね意外と生活が変わったなと思いました。このクリップを使うことによって物の定位置が決まってこう使いやすくなるっていうのもありますし、何よりねこれ置きじゃないので、下にねこう水分がたまらずにこう水はけがね良くなってこう乾きやすいっていうところと、あとはねやっぱり倒れにくい物がねこう倒れたりこう散らかりにくいっていうところで非常にね満足しています。で僕の場合はですねこれフラット無印によって、店頭で買ったんですけれども、ネットショップでも買えるので、概要欄に載せておきますし、いろいろね探してみたら全然 Amazon とかでも同じようなねフックが安く売ってるので、そちらも、概要欄に載せておきますので、ぜひ参考にしてみてください。本当にこうフックを買ってお風呂場のものをね吊り下げるっていうね、すごい簡単なライフハックだったんですけれども、すぐできると思うので、いいなと思ってくれた方はぜひね真似してもらえると嬉しいです。で僕もねこのかける収納ねすごくいいなと思ったので、このクリップだけじゃなくてね、いろんな方法でこういろんなものをね、かける収納にこうチェンジできたらないいなっていうことで、ちょっとねまたアイデア考えてみようと思います。こんな感じね安いものとか、ちょっとしたものでも生活をね改善できるようなアイテムたくさんあると思うので、また見つけたらお伝えしようと思いますね。はい、それでは、もしこの動画が良かったらいいねもしくはチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。あとで最後宣伝なんですけど、僕の会社でね、こういう MacBook のケースとか、こういうね製品作ってるドリップという会社でも活動しておりますので、ぜひそちらの方も概要欄に載せておきますのでチェックお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。